って言うんだったら、まあ正義悪とかって話じゃないんだけど、ちょっとね若い気がするわけ、やっぱりやってることが。まあ、うん、ウォーキングデッドで言うところのザックだよね、うん、まあまあまあ、そう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 、そうなんだよ。ダリル狩り教えてくれよ、うん、死亡フラグみたいな、うん、そう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 だ、ダメだってそれ言っちゃうみたいなね、うん、だからね俺ね、ちょっと男爵行って見てみたいな。奥さんがどういう態度を取るのかも見てみたいし、まあ一回俺突き放してるしね、はい、お前らのことだっつって、うん、いやお前らで考えるためにあえてお前らの席を作ってやろう。ああ男爵は奥方を見つけながっているぞ。タマラ、君の父親は奥方、つまり君の母親を探しに来たんだ。いいなりね。いくらもらったの？もらってない、まだもらってない。フンヌと熱情は必ずやそのものを破滅に追いやるであろう。ジャンターのリーダーですね。こいつは一体誰だ？失礼な奴だな。そういうお前は誰なんだ？おいらです。あなたは私の上官よ。酔っ払いの豚には関係のないことだから。豚は間違いじゃない。タマラ、そいつらの味方をするのか、父親を差し出して拷問させ公主刑にする気か。父親じゃないわ。どうなろうと私には関係ない。先に解決すべき問題があることを忘れるちょっと父親だって分かって、おっとってなった。それがここに来た目的だからな。どうなんだろうな。そうでもないのかな。5人の部下を失ったが、まだこの呪われた場所で何が起こるか分からない。5人やられてんだ。時間がない。ヨーバはすぐに戻ってくる。やつらがいないってなぜ分かる？いたらとっくに殲滅だ。村を調べろ。そうだよな、あんなやつらがだから。エルメスの音が聞こえたらもう逃げないと死ぬからね。お、行く気だ。お前そこ、お前地下だけは行ったりかんで。ネギ、うん、勢いよく行った。この人たちウォーキングデッドの世界にいたら結構生き残るんだろうな。まあ、やっぱ、あ、今髪の毛徐々に増えた感じが。なんだろう、徐々に髪の毛が増えた感じが。ふわってなったね。見つけた。おー、ここな。こっちだ。綺麗にしたわ。え？ねえ、スカンカ頭。え？戻ってきなさい。ジンジャーブレッド、焼きたてで熱々よ。母さん、ああそう、とっても綺麗。続けて、鞭で打つなら打って。小さく作りすぎたの。固まったか確かめるのに少しかじったけど、でもできたって。だからお情けを、母さん。呪われてしまっているわけですね。お情けを。お願いしたの、頼んだのに。母さん、私よ、わかる？何があったの？私が全部やるって言ったのに。ほら、笑うから私が綺麗にする。母さん、何か来る。油断するな。え？なんか音がしてる。お母さんの様子がおかしい。なんだ？そして狼ではない。何かが来る。やばいやつだ。やばいやつ。油断するな。正面に謎の黒い霧。うん、ああ、とりあえずね。ドラガー、うん。あ、後ろにお前いる。あ、なんだ？ちょっと待って。オーターハグがいる。こいつだけは。こいつは中席。こいつだけは。中席よ。中席よ。こいつだけはなんとか。よいしょ、一つやった。今取って、取って。ちょっと、ある。ほんとお前取れないか。あ、割とあれだ。今ウォーターハーブもう一匹いたな。いた。お前上官何やってん。上官も魔女が喋ってる。あ、ほんとだ。チーフの匂いが職業男性にしてくれてる。はい、オッケー。あー、来たー。フィンド、
お母さんをさらった巨大な獣っていうのはこいつのことです。なるほどね、うん、俺はなんかアクシーだと思っている。勝手に。うわおお怖え。おおでけえ。こうなったら雷光だ。あ、思ったら耐える。硬い。あ、でも、あ、出血したぞ。今出血出てたぞ。出血乗った、うん、いてぇ。クエンを張るんだ。張れるか。あ、でも魔女なんだって。あ、思ったら押せてる。思ったら押せてる。ひるんでる。ひるんでる。あ、これはこれはいけんじゃねえか。これも雷光。ダブル雷光。ダブル雷光。毒になった毒になった。お前アクシーとどめだ。あ、今気絶した。気絶した。よし、いった。アクシーが乗った。アクシー乗ったな。おお、やった。やべえ、あの毒とかすげえ乗ったぞ。おそらくフィンドだろうな。妖婆に気づかれた。アンナのところに化け物を送ったようだ。いつまで続くの？母さんをこんなひどい目に遭わせて、魔女たちはまだ物足りないっていうの？もういい、連れて行くわ。それは我が妻だ。家に連れて帰る。望むならお前も来るといい。触らないで。こんなところすぐ出て行くわ。アンナは病気で弱っている。そんな状態でどこへ連れて行く気だ。殺すようなものだぞ。母さんの看病くらいできる。人形を取り合っているんじゃないんだぞ。自分で決めさせたら、自分で決められない状態じゃん。夕飯はパイだよ。てから、ね、マストパイ。彼女は今何かを決められる状態じゃない、うん、これは闇の呪文に違いないわ。母を助けて、ウィッチャーお願い。え、さて彼女を安全な場所へ連れて行かなくては。要はいや、あれか、森の貴婦人たちの影響の及ばないところまで連れていく。ただ黄色ではないんだよね。うん、一回それか闇の呪文とは思えない。うん、そもそもね、うん、一回言えるんだったらこっち聞くしかないな。そうだね、うん、まずはここから連れ出さなければ、俺たちの目的が彼女だとバレている、うんうんうん、またフィンド来るかもしれないから。また化け物を送り込んでくるぞ、ね、うん、母を助けると約束するまでどこにも行かない。あ、なるほどね。ただ闇の呪文とは思えないと。契約だからね、うん、お母さんと貴婦人が結んだのは呪いではなく、うん、まあ抗議の意味では呪いなんだろうけど、うん、まあ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 、それを最初に望んだのは本人だから、うん、まあね、まあ、とりあえず行くしかないな。残念だがこれは闇の呪文じゃない。じゃあ何？彼女には多くのことが起きた。我が子を失い、魔物にさらわれ、妖婆の村で世話をしていた子供たちもいなくなり、その傷跡だ。あー、やっぱり子供いなくなったから呪いじゃねえのか。そもそももう普通に頭がおかしくなっちゃったんだ。よすて、辛いことが多くて賢く癒しの力を持って。だから、うわ、青色山脈に住んでいたはずだ。そこへ連れて行こう。うわ、青色山脈に、あ、はいはい、行けば心が壊れてしまった人を治す、うんうん、人がいると、うん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 、そこへ連れて行こうという提案、うん、一応意味がないも選べるんだ。ただまあやってみる価値はあるだろう。これはどう考えても、うんうん、やってみる価値はある。何もしないよりはいい。私も行く。残念だがそれは無理だ。なぜ？責務がある。あ、永遠の炎教会からの使命を果たさなければならない。ベレンでの仕事が終わったらオークセンフルートへ戻るんだ。母さんを助けると言ったでしょ。約束は破っていない。君の父親が助けてくれるだろう。え、破ってんじゃねえのそれ。母さん、破ってないってことなの？お前の中では。彼は変わったと言った、うん、あの目は自らの罪を深く悔いている者の目だ。お、彼に任せておく。あれ、こいつ、お前も新しい人生を、こいついい人、永遠の炎のための使命を持って、永遠の炎教会に入ったということをちゃんと自覚しろと。全部うまくいくさ。ああ、そして妻のことは旦那に任せろと。まあ要するに両方は選べんからな。そして妻が元に戻ったら、一回そういう団体に入っちゃったら、うん、抜けるのを力なりにお前分かってんだろうなって、うん、だから気持ちだけでグラグラしちゃダメだってことでしょ。ダメだってこと、ね、うん、
うわ俺こうわこれこれもうあの魔女を、ま、貴婦人たちをこううわスイッチャーは怪物を倒すよう定められている、誰の依頼であるかは問題ではない、きちんと報酬が手に入りさえすればいい、ウィッチャーは議論もしない、仕事に私情を挟まずただ怪物を殺し金を受け取ってまた次の仕事を探し旅に出る、人間の争いはウィッチャーの関与するところではない。なんだよ俺に言ってるのこれすげえ市場で動いてるけど俺今感謝するわ、永遠の炎の加護と導きがあらんこと、ああうわ終わったチャプター2クリア、ああなるほどね、俺たちにもみっちゃんにも他にやれることなどなかった、じゃあ逆にここに来ないって選択肢をやったらその時点で終わってるっちゃ終わってるかもしんねえのか、そうだね、あなんかすげえ特にピンな、あれそれどこかピンとかな、ああそっかそっかそっか、おっおお赤赤、あ、すげえいっぱいある。うわ、フィンドの銃捨てなかったか。ああ、抽出そっか。ここでフィンドの銃捨ててるとすげえはかどるんだけどね。フィンドの抽出欲しかったな。出なかったですね。しょうがないけどね。ああ、やられてる。うわうわ。あれ、また出ねえのか。またウォーターハグ出ねえパッティンかこれ。これ最後だぜ。おぉマジか、俺なんでどうしても出ねえんだろうちょっと変質剤が変質液が出ないですね、フィンドもそうだしウォーターハグもそうだし、あとあの雲みたいなやつ、うん、あいつも出なかったもんね、うん、結局まああれロードしたからあれだったけど、たまら少し待って、自分の考えをまとめたいの、タマラは奥さんを救いたかったっていうのはまあ気持ちはわかるが残念ながら足を踏み入れた団体が団体なだけにそう簡単に自由にはならん、まあね、だから旦那に任せてそしてもうちょっと落ち着くしかない、それがお前の選んだ道だろうと、で旦那は旦那で奥さん心が壊れてしまった奥さんの心を戻すために青色山脈に行ったのであった。カン。以上、しまみれ男爵クエストでした。終わり。え？これか次は。あれこれじゃねえのか。次のメインってこれ？いや。違うよね。うん、あれ？シリを追ってか。ビレンにいるか確かめる、ノビグラドの仮装それこれでいいの、トリスの栄養、うん、トリスの時ところ行きたくないんだけど、何故ちょっといろんな事情があって、 なぜ言う、いやちょっといろんな事情があってあそうなの、行くしかないのかなこれ、そうなのかな、これはうん、まあとりあえずスケジリッチではないから、はい、まあとりあえずこっちだな、はい、うん、サイドクエストでさ、その男爵とともにそのなんか青色山脈に行くとかないのかな、もう終わりましたね、もうあれは勝手に行くんだ、じゃあ男爵クエはもうこれで終わりました、あこういう選択肢になった、そういうことだ、うん、つまり娘ではなく旦那と一緒にアンナは行くというルートになったと、そういうことだね、そしてアンナの心は壊れてしまったという、あもうだからさ一応その貴婦人ルートみたいな感じ。